テンフィードの皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろし京都市から来ましたテンフィートです。よろしくお願いします。野外の里肉は2回目ですが、今日ライブいかがでしたか。いやすごかったよね。いあのいいテンションでえそんなとこに口やるここに口やったらやばいやんこれ。やこの中西やばいやん。そうですね。いやでも本当。 すごいいい空気感でね、はい、なんかお客さんも我々もすごい楽しくできたんで、はい。はい、あの実は私昔バイトやバイトをしていた時にバイト先の先輩がカラオケでテンフィートを歌った時に衝撃を受けたんですよ、はい。マジですか？そうなんです。それをなんかそれが高校生の時でなんかその思い出せるっていことはテンフィートが続けてくれているからじゃないですか。だから本当に何かそこのずっとこうして言葉を 紡いで続けてくれていて、なんかありがとうございますっていうふうに勝手に思っちゃったんですけれども。なんか私にとっては、そのテンフィートがそういう思い出で。はい、なんかテンフィートからサタニックへの思い出って何かあるのかなっていうのが気になって。お、はい、聞きしてもよろしいですか。お任せください。ありがとうございます。やっぱり富士急いいですよ。幕張も良かった。幕張も良かったですけど、やっぱり富士急最高やと思います、はい。サタニックはいつも。 幕張の時とかね、ああそうあやってた、はい、やってたでこうなんか好きなタイミングで押してもらったらドーンって特、ね、あの効果が出るっ、ね、ていうのを用意してもらってそれをこうねうちのドラムの光一の,のところに置いてやってボタンがね普通ね曲のかっこいいタイミングでドーンっていくところを MC している時に押したりして。<laughs> <laughs> それを富士急に移ってからやってないなと思って<ー>磯さんにちょっと後で直で言おうかなと最後にですねサタニックはテンフィートにとってどんなフェスですか磯さんたちがすごい一生懸命やってる素敵なフェスですよね僕らピザオブデスの所属とかじゃないけれども幕張っで出た時とか特殊効果を用意してくれるエコ引きしてくれる磯さんたちがやっているピザオブデスの仲間たちもいっぱいいる、えー、とフェスででもなんかこう やっぱり「サタニックとビザ・オブ・デス」ってそのお客さんオーディエンスがなんかその出てるバンドのどれが誰々が好きやから行く以外のなんかそのそういうカルチャービザ・オブ・デスサタニック・カーニバルっていうもののカルチャーっていうところのなんか根元のところでなんかシンパシーみたいな意思そう意思を持って何かを感じて来てくれてるっていう印象はすごいありますね。もうこれれ見てる人ちちめちゃめゃゃそれを 思ってくれてるって思うと嬉しいと思います。はい、ヤフー知恵袋に書いた。うん、<laughs> そこから拾ってきた言葉だったんです。嘘です。嘘です。今書いてへんやろそんなこと。ヤフーファンとして見てたらめっちゃそこ理解してくれてるっていうのが嬉しかっただろうなってい,いやでもめっちゃ感じますよ。ライブやってる途中もほんまに MC 一つでも滑ったりそんなこと思ってへんやろみたいなこと言うたら多分バレるなっていう雰囲気あるから。 だほんまにそういう意味でめちゃくちゃいいライブ会場やと思います、ね。裏の空気かもええもんな、アズソロシの空気かもね。うん、ありがとうございました。ということですね。テンフィートの皆さんでした。ありがとうございました。